ファン驚愕ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーが女性ダンサーとの大胆なコラボで見せた新境地ナンバー・アンダーライン・アイの平野紫神宮寺裕太、岸優太が描く未来のビジョンとはナンバー・アンダーライン・アイは多くのファンに愛されるアイドルグループとして成功を収めてきましたがその背景には数々の挑戦と失敗がありました特に平野将神宮寺優太 岸優太の三人が直面した目標達成の困難さは、彼らの成長と変化を物語っています。彼らがどのようにこれらの挑戦を乗り越えてきたのか、またその過程でどのような新しい視点や可能性が開けたのかを探ってみましょう。平野翔は、ファンの間で特に人気が高いメンバーの一人です。彼の自然体な笑顔や飾らない性格は、多くの人々に癒しと親しみを与えています。 彼は以前からありのままの自分を好きになってもらいたいと語っており、その思いは現在の活動にも反映されています。例えば、女性ダンサーとのコラボレーションによるパフォーマンスは、彼のダンスの幅を広げるだけでなく、新しい魅力を発見する機会にもなっています。しかし、この新たな試みがファン全員に歓迎されたわけではありません。特に、アイドルとしてのイメージを大切にしているファンにとっては、 異性とのの絡みはすくかなからずショックを与えるものでした一方で神宮寺勇太もまたアーティストとしての成長を模索しています彼の挑戦はアイドルとしての人気を保ちながらも新しい表現の場を探し求めることです彼の自然体なキャラクターと高いルックス偏差値は多くのファンを魅了していますがそれが逆にアイドルとしての枠を超えることを難しくしている一面もあります 彼がいかにしてこの枠を打ち破り、アーティストとしての新しい道を切り開いていくのか、その過程は注目に値します。岸優太もまた、グループの中で得意な存在感を放っています。彼の真剣な姿勢と努力は、ファンのみならず業界内でも高く評価されています。しかし、その一方で脱天然キャラを目指す試みは、時に彼自身の持ち味を損なう危険性もはらんでいます。 彼がどのようにして自身のキャラクターとアーティストとしての成長を両立させていくのか、そのバランスは非常にデリケートなものです。これらの挑戦は、単なる失敗ではなく、誤算とも言えるでしょう。彼らの試みは、結果として新しいファン層を開拓し、既存のファンに新たな一面を見せることに成功しています。特に、ライブパフォーマンスにおいては、 観客を魅了し続けるたための新たな試行錯誤が繰り広げられています例えば有明アリーナでのパフォーマンスは多くの観客にとって新鮮で刺激的なものでした特に女性ダンサーとのコラボレーションはアーティストとしての新しい挑戦を象徴していますこのようにナンンバーアンダーアダインア i の3人は常に進化を続けています彼らの挑戦は単なる自己満足ではなく ファンに新しい驚きと感動を提供するためのものです。彼らが今後どのような方向に進むのか、その未来は非常に楽しみです。そして、彼らの挑戦が日本のエンターテインメント業界にどのような影響を与えるのか、その動向も注目していきたいと思います。さて、ここで一つの疑問が浮かび上がります。アイドルとアーティストの境界線はどこにあるのでしょうか 彼らがその境界をどのように乗り越え、どのように新しい道を切り開いていくのか。その過程でどのような課題や障害が待ち受けているのか。これらの問いに対する答えは、彼らの今後の活動を通じて明らかになっていくでしょう。彼らの未来について考えるとき、これまでの成長と変化を振り返ることは重要です。ナンバーアンダーライン I は常に新しい挑戦に立ち向かい、 そののの過程でで多くのファンの心をつかんできまし,たしかし、その挑戦は常に順風満帆ではありませんでした。例えば、最近のライブでは、有明アリーナでのパフォーマンスが話題となりました。特に、外国人女性ダンサーとのコラボレーションは多くのファンに衝撃を与えました。このパフォーマンスは、彼らがアイドルの枠を超え、アーティストとしての新しい表現を模索していることを示しています。 しかし、一部のファンにとっては、その変化が受け入れ難いものであったことも事実です。彼らがこれからも新しい挑戦を続ける中で、どのようにしてファンの期待と自身の成長を両立させていくのかは、大きな課題となるでしょう。平野章に関して言えば、彼の自然体なキャラクターと魅力的な笑顔は、彼を一層輝かせています。彼はこれまで、 ファンとの親密な関係を築くことに成功してきましたが、その一方で、アーティストとしての新しい方向性を模索しています。彼のパフォーマンスは、時に大胆で挑戦的なものであり、それが新しいファン層を引き寄せる一方で、既存のファンにとっては驚きと戸惑いを与えることもあります。神宮寺雄太もまた、同様の挑戦を経験しています。彼の自然体で親しみやすい性格は、 多くのファンに愛されていますが、それがアーティストとしての進化を阻む要因になることもあります。彼がどのようにして自身のキャラクターを保ちながら、新しい表現の道を切り開いていくのか、そのプロセスは非常に興味深いです。岸優太に関しても、彼の真剣な姿勢と努力は、ファンのみならず業界内でも高く評価されています。彼の挑戦は、アーティストとしての成長を目指す中で、 どのようにして自身の個性を保ちながら新しいことに挑戦していくかという点にあります。彼が脱天然キャラを目指す中で、どのようにしてそのバランスを保つのか、その過程はファンにとっても興味深いものでしょう。このように、ナンバー・アンダーラインアイの三人はそれぞれ異なる個性と魅力を持ちながらも、共に成長し続けています。彼らの挑戦と進化は、ファンにとっても大きな刺激となり、 新ししいい可能性を示唆しています彼らがこれからも新しい挑戦を続ける中で、どのようにして自身の目標を達成し、ファンとの関係を保ちながら成長していくのか、その動向に注目していきたいと思います。彼らの未来について考えるとき、私たちは彼らが直面するであろう新しい課題や挑戦についても考える必要があります。例えば、彼らがアーティストとしての地位を確立するためには、 どのような新しい表現やパフォーマンスが求められるのか。また、ファンとの関係をどのように保ちながら、新しいファン層を開拓していくのか。これらの問いに対する答えは、彼らの今後の活動を通じて明らかになっていくでしょう。ナンバー・アンダーライン・アイの3人は、それぞれが異なる個性と魅力を持ちながらも、共に成長し続けています。彼らの挑戦と進化は、 ファンにとっても大きな刺激となり、新しい可能性を示唆しています。彼らがこれからも新しい挑戦を続ける中で、どのようにして自身の目標を達成し、ファンとの関係を保ちながら成長していくのか。その動向に注目し、応援していきたいと思います。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたは、アイドルとしての彼らとアーティストとしての彼ら、 どちらに魅力を感じま,すかまた彼らが今後どのような方向に進むことを期待していますかぜひあなたの意見を聞かせてください結論として No. アンダーラインアイの3人はそれぞれが異なる個性と魅力を持ちながらも共に成長し続けています彼らの挑戦と進化はファンにとっても大きな刺激となり新しい可能性を示唆しています これからも彼らの活動に注目し、応援していきたいと思います。そして、彼らが描く未来の物語を共に楽しみましょう。最後に、読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたは、アイドルとしての彼らとアーティストとしての彼ら、どちらに魅力を感じますかまた、彼らが今後どのような方向に進むことを期待していますかぜひ、あなたの意見を聞かせてください。